はい、本日はですね、ノースフェイスのドーローライトパンツについてお話していきたいなというふうに思います。こちらがですね、ドーローライトパンツになってて、僕がちょうど1年前に購入して、今ちょうど1年ぐらい経ってると思うんですけど、まあ、実際履いてみてですね、あ、これ良かったな、あれ良かったなっていうのもあるんですけど、それ以上に公式のオンラインのページでは、これは登山用でもあるし、ハイキング用でもあるし、街中でも着れますっていうふうに書いてはいたんですが、もう僕個人的に1年間履いてみて、もう感じた感想は、これめちゃくちゃ街用やなっていう感じがあったんで、まあ、その辺のお話をしていきたいなというふうに思うんですが、これからノースフェイスのパンツで私服で履きたいっていう方がいらっしゃれば、もう間違いなくこのパンツが僕は個人的におすすめやと思うので、まあ、それをお話していくんですが、まあ、途中ノースフェイスで他にも人気のパンツってあって、まあ、僕が持ってるのがアルパインライトパンツっていうパンツがあるんですが、まあ、このパンツと比較とか若干しながらお話していきたいなというふうに思いますので、もう早速特徴を見ていきたいなと思います。僕が一番最初に思ったのがですね、まずですね、こちらシルエットが綺麗ということになってて、まあ、シルエットってどう綺麗なんやっていうとですね、この一番太いところから足首にかけてゆっくりテーパードがかかってる、ゆっくり細くなっていってるっていう感じで、足首にかけてゆっくり細くなっていってるっていう感じになってるので、ラインがとても綺麗に出てるので、どんなスニーカーでも合わせれますし、いかにも私服っぽいパンツというか、ファッションブランドで出てきそうなパンツのシルエットっていうことが、まあ、街中で履ける要因かなというふうに思ってまして、先ほど見てもらったこういう登山用のパンツっていうのはですね、まあ、確かにこれも綺麗に細いんですけども、膝ぐらいまでキュッて細くなって、そっから結構スリムな感じになっているので、まあ、パッと見た感じから登山系というか、ちょっとギアっぽいというか、まあ、そういう印象があるので、あんまり私服感っていうのはないんですけども、この今回紹介しているドーローライトパンツに関してはですね、結構私服な感じのイメージがあるので、まあ、本当に正直このロゴさえなければ、まあ、普通のパンツかなと思うぐらい、シルエットは綺麗かなというふうに思います。で、まあ、その大きな秘訣っていうのがですね、このまあ膝のところになってたりするんですけど、この膝のところっていうのがですね、やっぱ登山用品のやつとかって実は立体的に作られてたり、立体的な裁断が行われてたりするんですけども、このドーローライトパンツはそういうのがなくて、普通のパンツと同じような感じで作られてはいてるので、そういう部分に関してもいかにもギアっぽくないというか、普通のシンプルなパンツっていう感じの要因になってるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、立体裁断をしないっていうので、値段もちょっと安くなってますし、その分私服っぽい感じになってるっていうところも、まあ、町着っぽい特徴かなというふうには思います。で、2つ目がですね、ソロテックスっていう、まあ、万能な生地を使ってるんですが、まあ、ソロテックスっていうのがご存知ない方もいらっしゃると思いますので、生地がですね、これが一応素材としてはポリエステルっていう素材を使ってるんですけど、ポリエステルっていうのはですね、特徴として例えば濡れたりとかしたらすぐ乾くっていう特徴があったりとかしてるので、例えばよくジムとかの服とかってシャリシャリな服あると思うんですけど、ああいう服にも結構ポリエステルとか使われてて、まあそれは何かって言ったら汗かいてもすぐ乾くっていうようになってるんですが、このパンツも同じようにポリエステルが入ってるので、汗かいたり、例えば水浴びたり雨降ったりしても、まっすぐ乾きやすいっていう感じになってますので、まあ、日常的なことで言ったら洗濯とかも結構すぐ乾くっていうところになってますので、まあ、その辺とかもポリエステルの特徴ですし、まあ、さらに言えばポリエステルってシワになりにくいっていう特徴もあったりするので、こういうふうにくしゃくしゃにしてカバンの中に掘り込んでたとしても、パッて取ってもシワになりづらいっていう感じになってて、まあ、こういうタイプ以外にもポリエステル使ってるのでシワになりにくいので、代表的なことで言えばフリースとかがそうなんですけど、フリースも同様にシワになりにくいと思うんですけど、あれもポリエステルを使ってるのであんまりシワにならないっていう特徴がありますので、まあ、そういうポリエステルの特徴を生かして、まあ、さらにこの自然な風合いというんですかね、このなんていうんですかね、いかにもこうジム着っていう感じとかジャージっぽいっていう感じじゃなくて、あれ普通にコットンかなと思うような感じのサラサラした感じになってるので、まあ、パッと遠くから見てたら普通に綿で作られてるんかなと思う感じにはなってるので、ファッションでよく馴染みのあるような素材感になってるので、まあ、その辺とかもやっぱり街着っぽい印象になるんかなと思います。で、これちょっと珍しいんですけど、ポリエステル 100% ってやっぱり伸びない、フリースかもそうなんですけど、フリースってあんま伸びないと思うんですけど、まあ、それと同じのはずなんですが、ソロテックスっていう生地のメーカーはですね、こう伸びるっていうことになってるので、まあ、シルエットが先ほど言ったみたいに細くて綺麗なんですけど、まあ、伸びるので履いてて苦痛感っていうのはないかなというふうには思います。まあ、ちなみにですね、こういう登山のやつとかはもっとさらに伸びるってことになってて、まあ、よりもっと機能が詰め込まれてるっていう感じにはなってるんですが、まあ、街で履く分でそんなに機能的なのはいらないと思うんで、これぐらいストレッチがあればもう十分かなというふうに思いますので、まあ、この辺とかも街着っぽいなっていう感じには思っております。で、次がですね、生地感が結構薄いので夏場でも履けるっていうことに
になってて、まあ、僕は個人的な話をすると夏場では全く履かなくて、僕はあのショーツしか履かないので中ズボンは履かないんですけども、まあ、これが生地が結構薄めに作られているので、あの購入レビューとか見たら、私夏でも履けますとか真夏でも履けましたっていう方も結構いらっしゃったんで、すげえなと思って、夏で履けんねやという感じはあったんですけど、まあ、確かに生地は薄いので、まあ、履けんことはないやろうなというふうに思いますので、まあ、人の感じ方によっては違うんですけども、僕結構厚がりなんで夏にはよう履こうとは思いませんが、人によったら全然夏でも履けるぐらいの薄さかなというふうに思いますが、まあ、逆を言ってしまえば冬場はちょっと寒いので、真冬はあんまり僕も履かんかったっていう感じになってるので、真夏真冬はちょっとどうかなという感じはあります。で、次がですね、このパンツはあの静電気が起こらないように静電気屋設計というのがされててですね、まあ、例えば秋とか春とか冬で、まあ、静電気が起こりやすいシーズンであると思うんですけど、そういう時でも静電気が起こりにくいですよっていうケアはされてるんですが、僕は実際履いてみて結構これ静電気が起こる感じで、まあ、ビチビチはならないんですけど、こうサッと履くとこう足の形にピタッとこう沿ってくるというか、こうなんかタイツみたいな感じになってくるっていうか、なってくるので、なんか僕の履き方と脱ぎ方が悪いんかわからないんですけど、結構静電気が起こるなっていう印象で、静電気が設計されてるノースフェイスのアイテムってあんまり静電気起こらなかったんですけど、これに関しては結構静電気が起こるっていう感じになってるので、もしかしたら履く時期とかが冬場やからっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとこの辺は気になる点ではありました。はい、ということになってるので、まあ、実際これ履いてる様子っていうのは見てもらいたいかなというふうに思いますので、サイズは M サイズで着用しているという感じになっております。では着用動画どうぞ。はい、という感じで、まあ、結構綺麗なシルエットになってたかなというふうに思うので、まあ、この色味がちょっとカーキっぽい色味なんで、上に合わせるのって言ったらちょっと色は限られてはくるんですけど、例えば黒とかブラックを選んでおけば上は本当に何でも合うんかなというふうに思いますので、ロールアップして履いたりとかしたら、まあ、それはそれでまた違うイメージになるとは思うので、はい、まあ、サイズ感としてはあんな感じということになっております。で、総括していくとですね、まあ、こちらはですね、まずシルエットが綺麗、そしてソロテックスっていう生地を使ってるので、もう全然ガンガン畳んでもシワにならへんし、乾くのも早い、だから自宅で気軽に洗濯もできるし、すぐ乾くし、まあ、扱いが結構楽っていうところで、で履いててもストレッチが効いてるので、履いてて苦しいとかっていうのはないので、まあ、いいかなと思いますし、あと一つ言い忘れてたんですが、こちらの登山用のパンツっていうのはですね、ナイロンっていう素材を使われてるんですが、こっちがポリエステルっていう素材を使ってるので、このナイロンっていうのはちょっと火に弱いっていう特徴があるので、例えばキャンプとかするんであれば、もう道路ライトの方がいいと思うので、例えばキャンプするとかタバコ吸うとかっていう方であれば、ちょっと火はもちろん弱いのは弱いんですけど、これに比べると強いので、まあ、より日常とか、あと、まあ、キャンプ、友達とキャンプするとかっていうのであれば、まあ、こういうのは向いてるんかなというふうには思います。なので今のところ日常で使う分で困ってることはなくて、真冬と真夏がちょっときついかなっていうのが僕の個人的な感想っていうことにはなってるんですが、まあ、最後にはアルパインライトパンツと比較して終わりたいなと思います。じゃあまずこちらのアルパインライトパンツはですね、この比べてみるとジップが結構多くて、例えばポケットが3つあるんですけど、前と後ろがあるんですけど、全てにジップがついてるので、例えば大事なものとか入れててもなくす心配はないかなと思いますし、あと足元とかは立体サイダーになってるので、より足が自然な形で出るようになってたり、動きやすい形になってるっていうところとか、あとストレッチがより効いてるので、もう本当に履いてて苦痛っていうの全くないっていうか、履いてる感覚が忘れるぐらいのストレッチがあるっていうことになってます。対してこっちはですね、機能的にはやっぱりアルパインライトよりは劣るんですけども、まあ、登山で考えるとスペックは低いし、やけど日常着で考えるとめちゃくちゃスペックがあるっていう、まあ、ちょうど中間ラインかなと思うんですけど、まあ、例えばポケットに関してはもう全然ジップとかがなくて、より日常着っぽい感じなんですけど、後ろのポケットだけジップがついてるというような仕様になってて、まあ、特に立体裁断とかも行われてはいてないので、値段も先ほどのパンツより少し安く作られてるっていうところで、それ以外には火とか水とかにも強く作られてるので、まあ、強いほどではないんですけど、先ほどのパンツより強いので、まあ、キャンプとかもそうですし、あと例えば濡れたりとかしてもすぐ乾くっていうことになってるので、より日常的な感じかなと、まあ、僕個人的には思ってるっていうのが以上の点になっております。はい、ということになっておりますので、まあ、これからノースフェイスのパンツ買いたいなとか、なんか私服で合わせたいなって思う方がいらっしゃったら、まあ、僕は間違いなくこの道路ライトパンツが一番私服で合うんじゃないかなと思いますし、まあ、長ズボンで薄い感じなんで結構年中使いやすいんかなと思いますので、まあ、おすすめかなというふうには思います。
ただ登山でってなってくると、もしかしたらちょっとスペック的にはもうちょっと伸びたりした方がいいかもしれないですし、立体サイダーがあった方がいいかもしれないので、アルパインライトの方がいいとは思うんですけど、まあ街で使ってる分で不満点っていうのはほぼほぼなくて、先ほども言ったみたいに真夏と真冬がちょっときついかなっていうこと以外は特にないので、あとあれですね、静電気ですねっていうところぐらいなんで、まあ特にそれ以外気にせることなく、普通にボタンとかこうやって外して履くこともなく、ビヨンって伸ばして履いて、で脱ぐ時もビヨンってやって脱いでるっていう感じなので、脱ぎ履きも結構楽っていう感じにはなっておりますので、まあ、私服のパンツ考えてはる方は、まあ、こちらは一つ参考になるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、本日は道路ライトパンツについてお話してみたという動画になってます。では別動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。